ありました。FM ギノワンのお聞きの皆さんおはようございます10月29日モーニングエイトこれから1時間生放送をお送りいたしますギノワン市急なギノワンヒルズ通り沿いにあります FM ギノワンのスタジオから私林泉がお送りしますということで今日もいいお天気なんですけれども 朝が始まる時間が少しずつ遅くなってきた気がしませんか皆さん。風も強くなってきて、肌寒い季節になってきましたね。沖縄は紅葉があまり見られないので、秋を感じるっていうことが、あの肌で感じるっていうことが風とか、あと日の昇り具合とかになると思うんですけれども、私毎朝、あの夏とかはね、あの朝6時ぐらいに家を出るときに、 ちょうど朝日が昇ってわいいお天気っていう感じが多かったんですけれども最近、やっぱりこの日が昇るのが遅くなってきているので朝がね起きづらくなってきました、<laughs> 皆さんもそうじゃないでしょうか今日なんかもね朝方ちょっと寒肌寒いなと感じたのでいよいよねあの気温も下がってくるんじゃないかなと思います。まままあでもまだまだね 日中は暑いですけれどもね、沖縄ね。<laughs> ということで、今日も林泉がお送りしていきますよ、モーニング8木曜日担当です。今日のテーマは、ですね、暇つぶしにしにてしまうことです。暇つぶしにしてしまうこと、ちょっとね、手持ちぶさたになって、なんか携帯を見たりとかね、何かをしてみたりっていうことがあるかもしれないので、ぜひぜひ皆さん、暇つぶしのお話、教えてください。 でですねちょっと今日ですねツイキャスの調子が悪くてですねツイキャスでお楽しみの方々はユーストリームでご覧になってくださいよろしくお願いいたしますちょっとあの音楽の最中とかにですねちょっと調整してみますのでよろしくお願いいたします この番組では、リスナーの皆様からのメッセージや曲のリクエストをお待ちしております。メールアドレスは、797-at-mark-fmguinoan.com。また、f m g u i n o a では Ustream とツイキャスで映像と音声をネット配信しています。f m g ノ i n o のホームページから簡単に見ることができますので、そちらもお楽しみください。 今日も8時から1時間元気に楽しくお送りしていきますので皆様最後までお付き合いお願いいたしますそれでは本日のオープニングナンバーです本日のオープニングナンバーはタキシードで do it お送りしたのはタキシードで「DoIt」でした時刻は8時8分を回ろうとしています。 宜野湾市急な宜野湾ヒルズ通り沿いにあります FM 宜野湾のスタジオから私、林泉がお送りしています。この時間は沖縄地方のお天気、道路交通情報をお届けいたします。まずはお天気から、本日29日のお天気は晴れとなっています。今日は日中の最高気温が27度、降水確率は日中、 終日ともに0%となっています。本日は北東の風。波の高さは2メートルのうち1.5メートルです。沖縄地方は高気圧に覆われて、おおむね晴れています。なお、与那国島地方は、高気圧の谷の影響で曇っています。以上、お天気情報をお伝えいたしました。続いては高速道路、沖縄自動車道からお届けいたします。 まずは沖縄道を登り、沖縄北インターチェンジ付近で故障者のため、故障者となっています。続いて沖縄道を下り、ギノ座インターチェンジ付近から巨大インターチェンジ付近にかけては工事のため第一走行規制となっています。続いては一般道をお伝えいたします。 ただいま国道58号線、大蛇名からぐすくまにかけて一部渋滞が見受けられます。また県道34号線、前原交差点のところから大蛇名交差点にかけても渋滞が発生しています。また、金子交差点のところでも渋滞が発生していますね。今、混む,む時間帯になっていますので皆様安全運転でお過ごしください。 そしてギノ野湾から見えるお天気なんですけれどもただいま晴れていますねちょっと霧がかかっている海の部分もあるんですけれども今日は終日ともに晴れるという予報なのでお洗濯なんかいいですね布団干したいな私も <laughs> 家に帰って <laughs> いいと思いますよ今日お洗濯日和ですそして普天間、ギノ野湾で五通り沿いもあ しまい、すいません。九 <laughs> 九ですね。九で英語通り。ただいまは、ギノワヒルズ通りですね。こちらも順調に流れている模様です。今日も皆さん、安全運転でお過ごしください。ということでですね、ちょっと本日、ツイキャスが調子の悪い <laughs> 感じとなっていますので、皆様、ツイキャスでお楽しみの方はね、申し訳ないんですけれども、ユーストリームでご参加ください。 ちなみにですね、今日のテーマは、えー、暇つぶしにしてしまうことです。皆さんの暇つぶしの方法を教えてください。私もね、たくさん暇つぶしの方法があるんですけれども、少しずつシェアしていきたいなと思います。暇つぶしの方法、皆さん教えてくださいね。そして皆さん、まだまだメールお待ちしていますよ。本日のトークテーマは、暇つぶし にしてしまうこと。<laughs> メールアドレスは7 9 7 f m g u i n o n c o m です。7 9 7 f m g u i n o n c o m リクエストもお待ちしています。それではここでこのコーナーです。みんなで元気に内縄口ラジオ体操の時間です。 この後は CM を挟んで今日のニュースをお伝えいたします。そしてツイキャスの方も復旧しましたので、ぜひぜひ皆さん見てください。よろしくお願いします。 時刻は8時17分を回りました。この時間は琉球新報沖縄タイムズの長官から記事をお伝えいたします。そして今日はインターネットの方からも、あの、速報についてお知らせしていきたいと思います。まずは速報から。大操日本復活日本男子団体総合で37年ぶり金メダルを獲得しました。 体操の世界選手権は28日、イギリスグラスゴーで男子団体総合決勝が行われ、予選を1位で通過した日本が270.818点で1978年のストラスブール大会以来37年ぶりの優勝を果たしました。2位には地元イギリスが入り、世界選手権初メダルを獲得。中国は3位でした。 日本は最初の種目、床運動で、エースの内村光平が15.8点、15.800点を獲得。そして、ひねり王子、白井健三が16.325点と、高得点をマークする高スタートを切ると、続くあん馬では、初代表の賀屋和馬が内村を上回る15.400点をマーク。 2種目をを終えて同伴のライバル、中国を大きくリードしましまた。釣り輪でやや差を詰められたものの跳馬でも内村、白井が高得点を出し4種目を終えて2位のアメリカと0.1点差ながらトップをキープ得意とする平行棒で田中佑介が落下するミスがあったものの加藤良平そして内村が高スコアでカバー。 2位のアメリカに1.832点差3位の中国に2.093点差で迎えた最終種目の鉄棒で田中、内村が落下するアクシデントがありひやりとさせられたもののリードを守り抜き悲願の頂点に立ちました昨年の南年大会ではわずか0.1点差で金メダルを逃しましたその悔しさを胸に挑んだ大会で見事に中国の大会7連覇を阻止 来年のリオデジャネイロオリンピックに向けて弾みをつけました。続いては、沖縄タイムス総合面からです。辺野古埋め立て工事に向け、今日本体着工です。名護市辺野古の新基地建設で、白井経一国土交通省の送った執行停止決定通知書が28日午前、沖縄防衛局に届きました。 これで小長武知事の埋め立て承認取り消しの効力は停止状態となり、防衛局が埋め立て工事に向けた作業を進める根拠が復,復活しました。防衛局は直後に県環境政策課にえ埋め立て本体工事の着手届出を提出し、29日朝、本体工事に着手します。また、白井国交省は28日、 尾長知事の埋め立て承認取消処分を違法として地方自治法に基づき是正を求める韓国文書を県に郵送したと発表しました11日11月6日までに処分の取り消しを求めています国交省は知事が韓国とその後の指示に従わない場合高等裁判所に提訴する構えです 続いては、琉球新報・人暮らし面からです。原因不明の麻痺で調査です。発熱などに伴い、麻痺の症状が出る原因不明の症例が、今年8月以降、子どもで相次いで報告され、国立感染症研究所は28日までに同様の症例がないか、全国調査に乗り出しました。患者の一部からエンテロウイルス、 D68 というウイルスが検出され、関連を調べています。エンテロウイルスは、手足口病やポリオなどの原因のウイルスが含まれているウイルスの総称で、厚生労働省などによりますと、麻痺の症状が報告されたのは約20の都府県で、0歳から11歳の47人です。何らかの病原体が見つかった8人のうち、2人からエンテロウイルス D68 が検出されました。 日本初に神経学会で調査に関わった福岡市立子ども病院の小児科神経科長によりますと麻痺が手や足など一部に現れることも多く他の病気が疑われて気づきにくい例があったと指摘子どもの手や足が動かないというときはぜひ医療機関に相談し,してほしいとしています。続いては、琉球新報市町村面からです。 宜野湾市長に宮崎歌った CD を寄贈しました。宜野湾市愛知の伊勢名百合さんがこのほど宮崎県日向市を訪れた際、考えを歌ったし、牧水母城を佐喜間厚志市長に寄贈しました。伊勢名さんは兄が戦時中に学童疎開で県日向市の統合町にお世話になりました。 これを機に一層交流をしていけばいいと話し市長に CD を渡しました佐喜真市長は日向市とは歴史的な縁がある交流を次の世代にもつなげたいと話しました普天間国民学校から旧統合庁への疎開を体験した坪ぼ屋会と双葉会の会員も同席しました以上この時間はインターネットの記事 琉球新報また沖縄タイムスの長官から記事をお伝えいたしましたそして皆さんメールまだまだお待ちしています今日のテーマは暇つぶしにしてしまうことですメールアドレスは 797-fmginoan.com 797-fmginoan.com です 時刻は8時24分を回っています。ギノの湾市急な、ギノの湾ヒルズ通り沿いにあります FM ノの湾のスタジオから私、林泉がお送りします。いやー、今日もね、朝からちょっとパタパタで、私一人でミキサーとあの話をしているんですけれども、やっぱりね、一人だとちょっとしたことでもあの、ハプニングになってしまったりして、 聞いてる方々本当にすいません <laughs> ツイキャスの方はですねあの復及しましたんですけれどもなぜかコメントが私の方に反映されていないのかなちょっとまだ原因がわからないので後でまたちょっと見てみたいと思いますそれではここでこのコーナーです今日は何の日のコーナー沖縄手帳からまず紹介いたします 今日は10月29日木曜日、旧暦の9月17日です。満潮が午前8時17分、そして午後8時3分となっています。干潮が午前1時53分、そして午後2時7分となっています。そして今日は何の日ということで、インターネットの方からも見ていきたいんですけれども、今日は自由党が回答、1884年。 スエズ運河条約成立1888年そして総計明治早稲田慶応明治ですねの三大学野球リーグが成立した日1914年ですそしてあそうなんですね1923年にトルコ共和国が成立しましたトルコってまだ歴史が浅いんですねそう考えると。 もうあのー、歴史の教科書にはトルコではなくてねオスマンとかで載ってますけれども、ね、トルコ共和国が成立した日ですそしてうんとお今日はあ中華民国と総称するように決定した日1930年これも歴史が浅いんですね あのあ歴史はまだずっと続いてたんですけれども名前がね変わったんですねここでそして今日はうんとえっ、ー、と今日の誕生日いきますか今日の誕生日はつんくさん高島正宏さんそして今日の誕生歌は西洋りんご花言葉が導かれるままにです 以上、今日は何の日のコーナーをお届けいたしました。 それではメールを紹介していきます今日のテーマは暇つぶしにしてしまうことです今日はですねツイキャスの調子がちょっと悪いのであのー、コメントが今来ましたねありがとうございますちゃんおかさんありがとうございますツイキャスのコメントがないと寂しい <laughs> いやあ、ありがとうございます。ちゃんと映ってますかちゃ,ちゃん岡さん、ありがとうございます。はい。イーズ皆さん、おはようございます。今朝の名古屋は快晴です。心地よい気分になる朝です。とのことです。ありがとうございます。いや、いいですね。このね、快晴で秋晴れ。すがすがしいじゃないですかね。沖縄も今日はいい天気ですよ。ちゃん岡さん、ありがとうございます。そしてですね、メール紹介していきますね。 イーズモーニングエイトのお聞きの皆さん、おはイーズ <laughs> この方ね、かっちゃんから来てるんですけれども、おはやみんからおはまようとかね、いろいろ <laughs> あって、おはイーズってなんか合わない感じですよね、おはおはまようとかいいですけどね、あでもありがとうございます。 あれイーズは雪だるまか仮装してないんかなんなんや、普通やん、期待してたのに <laughs> って来てます、ね、そうそうそう、あのね私、今日朝4時に起きたんですけどもう目がギンギンして、なんかさえちゃったんですね、いろいろこうやってた時にやっぱり、なんかぼーっとしてたのか <laughs> 仮装を忘れてきました <laughs>。 でもね、FM ノワ湾でちょっとあの仮装をしてみんなで出るかっていう話もあるので、お楽しみにしていてください、いつになるかはまだわからないですけど、スタッフみんなでちょっとやろうという、今ね、あのー、<laughs> 予定を立ててますので、ぜひぜひお楽しみにしていてくださいね、かっちゃん、ありがとうございます。はやみんは仮装をしないのか、俺、期待してるけど、まあね。 今週ね、いつどこかで <laughs> 出るかもしれませんよ。俺の w i f i が悪いんかな、ツイキャスついてないんやけど忘れてないそうそうそうあの、ね、ツイキャスがちょっと調子が悪くて、今あの、上がってきましたね。皆さんもコメント来てますね。ありがとうございます。ツイキャスの調子が悪かったんです。申し訳ありません。はい、でテーマ 暇つぶし <laughs> 暇つぶしにすることはやっぱりなフェイスブックの更新することかな以上リクエストマイケル・ジャクソンスリダーよろしくとのことですありがとうございますそうですよねやっぱり暇つぶしってなるとあのそういうねあの携帯とかになってくるんじゃないかなと思うんですけれどもやっぱりこの 暇つぶしっていうか携帯に関しては癖のようになってきてる気もしますね。私あのよく海外旅行とかに行くとあまり携帯が使えないからあのバッグのね下の方に置いとくんですけどやっぱりね何か使えなくても見ちゃったりしますよねこのなぜかね。<laughs> いやこの癖から抜けないとなと私も思うんですけど、ね、控えようかと思ってますでもねフェイスブックの更新みんな楽しみにしてますからねかっちゃんよろししくお願いします続いて続いてこのお方 AKB ファンさんからですね <laughs> <laughs> イーズ FM 着のワンをお聞きの皆さんあっはやみんテーマ「暇つぶしにすること」 やっぱり FM ギノアのツイキャスに参加することやな以上ピンクレディモンスター時間があればいーズよろしくということですありがとうございますこのねツイキャスに参加するっていう楽しみにしてくれてる方々本当にありがたいですねありがとうございます今日はねちょっとあの30分ぐらいからかなちょうど調子が良くなってきてあのツイキャスも 良くくなってててきたののでぜぜひぜひ皆ささんもそちらの方お楽ししみにしていてくださいだ、ね、また仮装とかもねあのツイキャスとかユーストリームだと見れるんですけれどもモーニングエイトみんなこの仮装してるんですけどちょっと私は今回は <laughs> 忘れました <laughs> まあみんなでねスタッフみんなでやる機会があると思うのでぜひお楽しみにしていてください。 そして、リクエストもありがとうございます。後でかけたいと思います。えー、っと。まだメール来てますね。ありがとうございます。続いては、このお方です。いみっちゃおじさんです。今日のテーマ、暇つぶしにすること。 私が暇つぶしにすること、やはりラジオを聞くことでしょうかね。ラジオは聞きながら何かできるのがいいですよね。車を洗車しながら聞いたり、家事をしながら聞いたり、本当に暇な時にもラジオを聞きながら雑誌をパラパラめくったりできるのがいいですよね。まあ、私の場合は暇な時間に好きを与えず、指令をする優しい司令官がいますので、一応おじさんは忙しくしてますよ。ああ、おじさんに暇な時間ちょうだいとのことです。 んおじさんラジオを聴いてくれてるっていうのもね本当にありがたいですねラジオしているものとすればもうありがたいですありがとうございますでもねラジオって最近やっぱり見直されてきてますよねテレビとかだとあの見ながら何かをするっていうのが難しいんですけどラジオだったら聴きながら何かできますからねでも暇つぶしがないっていうことで <laughs> 暇な時間がないんですね。イミちゃんおじさんはあの優しい司令官って多分奥さんのことですよね。好 <laughs> きを与えず指令する優しい司令官ってもうあの気持ちと裏腹にやっぱりでも奥さんだから優しいって <laughs> つけたのかな <laughs>。心境が読み取れますけれどもありがとうございます。まあね時間あったらねいろいろあのちょっと暇つぶし何をしようかなって考えてみるのも。 楽ししいいかもしれないですねこの時間はこれをしようとかね。いみっちゃんおじさんありがとうございます。ツイキャスの方も見てみようかな。えー、っと、リスさんももうこれが仮装と勘違いしてるのかな。<laughs> 普通の私服ですけれども <laughs>。ありがとうございます、皆さん、まあね。ツイキャスでも、ユーストでも、またラジオでも楽しんでください。 それではここでかっちゃんからのリクエスト曲をお届けしたいと思います。マイケルジャクソンでスリラー FM ギノ野湾のスタジオから私、林泉がお送りしています。それではここでシネマヒルズのコーナーです。こちら、FM ノ野湾の建っているビルがヒルズ通り沿いにありますので、シネマヒルズです。<laughs> リスナーさんがねあの、名前をちょっと決めてくれたので、ありがたいですけれども、シネマヒルズのコーナーですよ。今日ご紹介するのはですね、私が先週だったかな。 家で見た映画ですジャッジ裁かれる判事ですこの映画はですねロバート・ダウニー・ジュニアとオスカー俳優のロバート・デュバルが初めて共演した法廷サスペンスです人々から辛抱の熱い判事でありながら殺人容疑をかけられた父とその弁護を引き受けることになった絶縁状態の息子が互いに反目しながらも裁判に挑む様を描きます 監督は「上海ナどのなどのデビッド・ドブキン法廷で主人公と対峙する検事をビリー・ボブ・ソートン・ソーントンが熱演するほか実力派が脇を固めます金で動くラツワン弁護士として知られるロバート・ダウニー・ジュニア演じるハンク・パーマーは絶縁状態の父が殺人事件の容疑者として逮捕されたことを知ります。 判事として42年間も法廷で正義を貫き世間からも信頼の厚い父が殺人を犯すはずがないと弁護を引き受けるハンクでしたが調査が進むにつれ疑わしい証拠が次々に浮上していきますこの映画ですね弁護士のハンクはたとえ無罪でも貧乏人は僕を雇えないと豪語する正義よりも実利を優先するタイプなんですね。 このやり方、<laughs> すごかったですよ。 そんな、いわば法律屋が本能に突き動かされて被告を冤罪から救うことで倫理的な観点を取り戻す話からだったらよくあるんですけれども、ハンクの場合は状況が複雑で、彼が弁護することになったのは、ひき逃げ容疑で逮捕された、今も故郷で判事として法廷を仕切る父親のジョセフだったんですね。こうして始まる物語は、一人の敏腕弁護士が裁判に必要な状況証拠を収集していく 家庭で父と息子の関係の破綻させた過去の悲劇を時を隔てて起きた引き逃げ事件との意外な関連性を解き明かされていくドラマティックな構成となっていました。幻覚で近寄りがたかった父親が犯した過ちの背景に我が子を思うがあまりの衝動があったことを知ったとき、息子はおそらく初めて人生の真相に潜む真実の重さに気づかされます。 という紹介なんですけれども私、ロバート・ダウニー・ジュニアの映画結構好きで見るんですけどあのね、今回も金持ち役、<laughs> とっても、ね、お金持ちで。あのもうこの 人柄というかこのロバート・ダウニー・ジュニアそのものっていう感じなんですけれどもロバート・ダウニー・ジュニア知らない人のために少し彼の,あの紹介をしていきたいと思うんですけれどもロバート・ダウニー・ジュニアは「アイアンマン」シリーズの主人公であの大ヒットした俳優ですね。彼ははですねロバーートダウニニジュニアア映画監督ののお父父さんを父に持つアメリカの英 映画俳優です5歳から父親の作品に子役として出演しキャリアを少しずつ突き上げていったロバートなんですけれどもこの方薬物問題で6回逮捕されてるんですよねあの。とても波乱万丈な人生を歩んできたんですけれどもこのね拘置所から撮影所に通ったという逸話も持っているくらいなんですね。 ですけれども、今の奥さんに出会って本当にあの構成して今はねこの構成した時に「アイアンマン」シリーズに出会って主人公を獲得してあの大ヒット俳優となったんですけれどもこのロバート・ダウニー・ジュニア。 2012年には年間に約75億を稼ぎ出し最も稼いだ俳優にも選ばれてるんですよどん底のところから本当に栄光を勝ち取ったそんなロバート・ダウニージュニアなんですけれどもシャーロック・ホームズの映画とかにも出てますしあとはチャップリンの映画とかにも出てますね。結構ねあどここかで見たととあると いう感じの俳優だと思うんですけれどもぜひぜひ皆さんもチェックしてみてください最近はねやっぱりお金持ちの映画っていうのがすごいあの彼のハマる役になってますけれどもいろんな役もねやってますのでチェックしてみてください今日はジャッジ裁かれる判事を紹介しました それではここで一曲お届けいたします。AKB ファンさんからのリクエストでピンクレディちょっと探したんですけれども見つからなかったのでピンクレディのカルメンをお届けします。 さあそれではここでリスナープレゼントのお知らせをしたいと思いますこの度オリオンビールではオリオンスタイルを新発売いたしました香味設計に基づき原料処分や発酵工程に工夫を凝らしさらにオリオン初採用ロッカー技術にてすっきりとした後味の良さを実現しました美味しさしっかり気ですっきりオリオンスタイル 今日は番組をお聞きの皆様にオリオンスタイル350ミリリットル24缶入り1ケースを先着順で来てくださった方々に。お渡ししたいと思います。<laughs> 応募方法は fm 沖縄に来てください。美味しさ、しっかりきれいスッキリ新発売のオリオンスタイル皆様ぜひご賞味ください。 続きまして沖縄手帳のプレゼントのお知らせです2016年の沖縄手帳ポケット版を今回は6名様へプレゼントします色は黒、ピンク、青がそれぞれ2冊ずつあります沖縄を知って沖縄を楽しみましょう本文にお名前、連絡先、希望の色をお書きになってメールくださいまたこのプレゼントは FM 技能案に取りに来れる方に限らせていただきます また、ね、で郵送でもいいという方もねいいので、ぜひぜひメールください。よろしくお願いします。着払いになってしまうんですけれども、お願いしたいと思います。 さあこのねツイキャスの調子が今日は少し悪かったので皆様にご迷惑をおかけしたんですけれどもそれにもかかわらずツイキャスにコメントしてくださる方々がいますねありがとうございます中野町の和輝さん今日のテーマはですね暇つぶしにしてしまうことなんですけれども泉ず支配人おはようございます暇つぶしは綺麗な景色のところをで散歩 って言いたいところですがやっぱりスマホで動画を見ることでしょうかと来てますね確かにねあのー、家出るより手軽だしね <laughs> そうなんですよやっぱりねあの動画を見てる間に時間過ぎるっていうこともありますのでねいやね動画もいいですけどでも散歩もいいですよ <laughs> さああとはあ AKB さんからも来てますね うんとツイキャス直してもらわない次のリスナープレゼント当選者わからんやんということでそうそうそうあの、ね、沖縄手帳のリスナープレゼントはもう少しやると思うんですけれどもあのベイスターズの,あのユニホームのやつは次の番組で当選,者当選者を発表すると思いますのでぜひお聞き逃しなくよろしくお願いします。そして 銀座のエンジェルさんも連日のトラブルでイーズ大変ですね、ベテランの腕の見せ所だよね、プレッシャーです、<laughs> どうしよう。<laughs> まあね楽しみながらハンプニングも楽しみながらやっていきたいと思います。ということで、私の暇つぶしなんですけれども、私もね最近、動画を見るのにハマってますね、私、あの魚のさばく動画とかをずっと見てるんですね、最近。 あの職人さんの職人技すごいですよねあとヘアメイクの人の,あの髪の揺り方とかもすごい面白くてずっと見入ってしまっていますさあ今日のモーニングエイトももう残りわずかとなっていました木曜日の今日は林泉がお届けいたしました次の番組はピースコミュニケーションズのいつもありがとうをお届けいたしますそれでは皆さん今日も一日素敵な日をお過ごしください